ブランデンブルクは、ドイツのブランデンブルク選定校家の公女で、クールラント公、ヤーコップの妻、大選定公、フリードリヒ・ビルヘルムの姉。ブランデンブルク選定公、ゲオルク・ビルヘルムとその妻で、プファルツ選定公、フリードリヒ四世の娘である、エリーザベト・シャルロッテの間の第一子、長女として生まれた。1645年10月9日に、ケニヒスベルクにおいて、 クールラントコウヤーコップと結婚した。ケーニヒスベルク大学教授で詩人のジーモンダッフハはこの婚礼に際し、公爵夫妻に少子を検定している。この結婚により、ヤーコップは規定の大戦抵抗と共同で、隣の大国ポーランド・リトアニア共和国に対する敵対政策を進めていくことを決心した。ルイーゼはクールラントの国政に大きな影響力を持ち、 ミタウの彼女の宮廷は、ポーランド人、ロシア人、ブランデンブルク人、スウェーデン人などが集うバルト海海域の国際政治の舞台となった。ルイーゼは気立てが良く、賢く勇敢な女性であり、夫の成功を陰で支えた、有能な公爵夫人だったと評価されている。夫との間にも何四女の九人の子女を設けた。アルブレヒト・ショーン、カービショット・ウンとカーニヒスベク。 C.H. Beck, 1975, S46, ウルリッヒショーンバーン。イヒセヘダイフストップファンデアプロビデンツゴータス、ズンバーキンデヘッションティーレジェン、コンラッドメルインミタウ、メーメルウントカーニヒスベク、リットワーラグベルリンハンバーグマンスター、2006, S27。ありがとうございます。